あの、いつだろう、もう一段ありますんで。どうもです。寒い。誕生日おめでとうございます。3月3日、本日天さんの誕生日でした。おめでとうございます。30になっちゃったんですよ。30歳になりました。だいぶ寒いのもせんか。はい、天さんとも第1回のロータリーミーティングからのお付き合いということで、はいはい、まあいろいろ考え深いところもありますけど、まあまあ前にもちょろっと、お話したことあるかもしれないですが、僕は天さんには、全くもって頭が上がりません。というのもですね、そもそもロータリーミーティングって第1回で終わる予定だったんです。ね、ご存知の方もいらっしゃる。ロータリーミーティング第1回僕やった時に、まあまあ全くお客さんも集まらず、まあまあ来たショップさんも寂しく帰ってたと。で、僕は量販店でこういったロータリーイベントやることがなかったものですから、やめますと、もうロータリーイベントやんないって、決めたんですけれども、その時に天さんが来たんで、いやわざわざ来てもらったんですけど、すいません、第1回でやめますって言ったらですね、バカ野郎、そこまで言ってないですね。そこまで言ってないですけど、いやこういうことは継続して力、やることが力になると、だから次もやってほしいと。まあね、次はじゃあたくさんお客さんが来るようにしたらいいんじゃないかという実は天さんの一声があって、第2回を決定し、そしてクラブチーム R7 を決定したと、いう経緯があります。ですからここまで十何年続いてるのは本当に天さんのおかげと、久しぶりになりますんで、まずはお礼を申し上げます。ありがとうございます。はい、で、天さんどうですか、最近のこう行動でですね、運営なんかはどんなことをやられてるんですか。最近はだいぶご自分でもエンジン組まれたりとかされてるみたいですけど、まあまあ、はい、今はもう本当にエンジンを組むのが楽しくてですね、はい、まあ前にやるオートサロンですか、はい、オートサロンの車を作るプレッシャーが、はい、まあ一応まあオートサロン31年出てるんですけど、はい、そのプレッシャーはちょっときついかなと、はい、今年も、最優秀賞、はい、ちょっともう、はい、取りましたんでおめでとうございます。どうなんですね、はい、おめでとうございます。ということで、相変わらずあの輝かしいその栄光が、はい、やっぱりロータリーエンジンね、やっぱり、はい、本当好きなもんで、なんとかロータリーエンジン、しつこくしつこくやろうと思ってますから。なるほど、はい、その辺はさすが天さんですね、はい、大好きにロータリーエンジンをやっていただいているということで、はい、ありがとうございます。エンジンなんかも最近もうバンバンバン組んだりとかっていうのは、はい、はい、実は僕の、車、まあ、うちのデモカー3号機、あそこに並んでてですね、レクサスのパールホワイトに塗ったんですよ。あ、あれそうなんですか。レクサスのちょっとブルーに光るパールホワイトで、あれも、天さんが実はエンジンに命を入れてくれたと、伺ってきたんです。どうなんですか、今エンジンのご依頼したら天さん組んでくれたりするんですか、FD。そうですね、エイトは、はい、うちの若い人やってますけど、ええ、なんとかエンジンやらせてもらってます。あ、そうですか、はい、なのでもしエンジンがダメそうな方はですね、天さんとご相談いただければ、実は今天さんがエンジンを組んでくれた。なかなか正直僕も本当に10年前20年前だったらそんなことを依頼するのは考えられない、ぜひその伝説のですねエンジンっていうのは乗る機会、皆さん まずないですから、ぜひ乗せ替えしてみてください。僕の友達も天さんにこの間直接なんとかエンジン組んでくれないかっつって言ってましたけど、はい、ありがとうございます。天さんどうします、じゃんけん大会に参ります。まあ、とりあえず、はい、伊藤さん本当に長い間本当にありがとうございました、はい、あ、こちらこそありがとうございます。みんなで拍手送ってください。すいませんけど、はい、古いですけど、はい、一応新品で、はい、まあ、2005年とか古いGT に使った T シャツとポロシャツとジャンパーなんですけど、はい、新品なもんで、はい、古いですけどなんとかもらってください。これスーパー GT の時とかに使ってたやつですよね、はい、これは逆にプレミアムだと思うんですけど、ちょっと古いですけどね、はい、これはプレミアム、これはこれ古いですよ、はい、古い原稿になってますけど、はい、はい、このシャツとジャンパーとですね、そうですね、 T シャツと、はい、T シャツと、ジャンパーとこれ、3人にってですね、はい、はい、じゃあ3名様勝ち残りということで、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いきますよ、元気よくじゃんけんぽい。はい、
。